Hazard 6. ショートカット美女は神ゆえに無敵、おへそが見てみたい。はい、こんにちは、ブルーホスです。のっけからね、しょうもない話に付き合っていただきましてありがとうございました。どうです、シェリーちゃんのねドアップ見ていただきましたが、もうたまんないっすよね。ということでね、クリス vs ジェイクのまあ、葛藤シーンが今からね、映されていきますが、まあ、これはね、クリス編ご覧いただいている方もいるかと思いますんで、まあ、ちょっとね、ベラベラ喋りながらできたらなと思うんですけど、うん。まあ、実際どうですかね、皆さんも、こう、会ったこともない父親が実際にいてですよ、会ったこともない父親が、なんか見ず知らずのおっさんに、実は殺されてましたっていう話になった時に、ねえ。確かに、まあ、会ったこともないし、母親を見捨てたっていう、クソ親父だって思ってたとしても、やっぱり実の父親をね、なんか殺されたっていうことを知った、しかもその相手が目の前にいるってなったら、まあ、確かにやっちゃいたくなるような気持ちもわかるよね。しかも、シェリーのこの反応よっていうね、ってなったら、やっちゃうかな。お前が何のためにやったってね、世界平和のためだったって、なんか世界、親父が世界を滅ぼそうとするクソ野郎みたいだったってね、もうなんか頭こんがらがるよね、頭痛くなるよね、パンクするわ、ぐっちゃぐちゃなるわっていう話は本当に。ということで、まあ今回なんかトークテーマをみたいな話をしてたんですけど、まあちょうどね、その質問っていうほどじゃないんですけど、まあなんか多くの人からまあ共通の話題でもらったなっていうのがあったんで、ちょっとそれを拾い上げていきたいなと思うんですけど、まず今日の一発目ね、何かっていうと、あれですわ、夢って持った方がいいの、持たない方がいいのっていう話ですよね。まあこれ永遠のテーマだと思うんですよね。で、結論言うと、どっちでもええですっていうのが僕の考えですね。うん。で、なんでかっていうと、夢って持ったら苦しいんですよ。で、夢を持たなかったら虚しいんですよ。バーンね。うん。で、例えば、じゃあ、学生さんだとして、まあ、大学生でも高校生でもいいですわ。部活で、なんか大会でこれだけ勝ち上がるみたいな目標を掲げましたと。で、掲げたはいいけれども、やっぱり、その目標を達成するために、なんかきつい練習とかやるのっていうのはやっぱ苦しいじゃないですか。苦しいし、その上で、やっぱ達成できなかったら、ショックが大きいとか、っていうのもあると思うんですよね。で、プラスアルファで、逆に、目標を持たなかったとしたら、なんて言ったらいいんだろうな、この大会でこんだけ勝ち上がりますみたいな、そういう目標を持たなかったとしたら、逆に何のためにこのしんどい練習を毎日やってるんだろうってね。で、顧問からは理不尽に怒られるし、なんか周りからはね、いろいろとごちゃごちゃ突っ込みが入るしみたいな。で、終わってみたら、部活引退してみたら、あれ俺の部活ライフって一体何だったんだみたいなね、虚しさだけが残るみたいな。うん、というところなんですね。だから日々苦しいし、でその目標を持たないでなんかフラフラやるっていうのは一日は楽なんですよ。一日は楽だけど、でも振り返ってみると何も残ってない、何のために頑張ったんだろうなっていう、その何も残らないっていうのがあったんで、まあ振り返りをした時に何もできないっていう、何も残ってないっていう、そういう虚しさがあるっていうところなんですよね。一方で目標とか夢を持つと、それを達成するためにめちゃくちゃ頑張らなきゃいけないっていう苦しさがあるんですよ。で、苦しさがある一方、あるし、しかもそれが達成できなかったら、もうただただしんどかった、終わり以上みたいな感じになるんで、うん。だから、諸刃の剣っちゃ諸刃の剣なんですよね。ただ、絶対に達成感があって、何かプラスのものを得られるっていうのは目標があった方が。一方で、目標がなかったら、一日は楽です。楽だけど、どれだけ走ったとしても、結果何も残らないっていうところなんで、どっちの生活の方があなたに合ってるかっていうのを考えた方がいいと思うんですよ。だから、目標を持って、ある程度のゴールにたどり着くことに、こう、幸せとか、やりがいとか達成感を感じられますっていうこと
けだったら目標も何かに持って頑張るっていう方が絶対いいし、逆にいやもうそんななんか追いかけて結局何も得られませんでしたっていうしんどい思いをするくらいだったら、もう毎日こうなんとなく楽しく過ごせてる方がいいなと思って、まあ、そっちにシフトしていくっていうのをするのがいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、でどっちがいいどっちが悪いとかっていう話じゃないんで、ただやっぱりそのスポーツ選手とかねみたいにこう何かの大会で勝ち上がっていく、行かなきゃいけないとか、そのオリンピックで金メダル取るとかっていうようなことを思ってる人だったら、当然ながらその大会で優勝するとかオリンピックで勝ち上がるとかってい う目標を持った方がいいと思いますし、そうじゃなくてもうなんかそういうプロフェッショナルみたいなものじゃなくて、もう普通のサラリーマンとして生きていくんやとかね、普通の学生として生きていくんやっていうようなことだったら、全然 むしろ持ったらしんどいんで持たなくていいんじゃないかなっていう、そんな気はしますけどね。うん、そんなところでおはいやばい、うん、そんなところじゃないかなと思いますよ。うん、だから全部が全部そのね、なんか目標を持ちましょうみたいなことを、なんか例えばさ、小学生の時とか中学生の時とかも、小学生の時の方が多いのかな、なんか担任の先生とかにさ、なんか感想文じゃないけどさ、なんか卒業文集か何かでさ、将来に夢について書きましょうみたいなことを言われた人たちってたくさんねいると思うけど、いやお前あんたらだってなんか将来の夢持ってるの、え教員になることが夢だったのとかってね、まあ別に教員になることが夢であることが悪いとかっていうわけじゃなくて、でもまあ今の人たちが、今のその20代30代くらいの若い教員の人たちが教員を目指してっていうのは、まあなんとなく納得できるんですけど、まあ、今の50代くらい、まあバブルの頃に、バブル始まったから、始まりから終わりくらいの頃に、教員になった人たちって、まあ、全員が全員というわけじゃないらしいんだけど、なんかね、一般の会社に就職することができないから、防御線として張っといた教員免許を取って仕方なく教師になったっていう人たちも、まあ、多からず少なからずいるみたいな、そういう話らしいんですよね。うん。そんな人たちがさ、夢書きましょうって、いいお前らが夢何かって語ってね、文集書いてくださいよっていう話じゃないかなと思ったんですけどね。うん、まあそんなところじゃないですかね。人に夢持ちましょうって語るんだったら、自分がさ、そのあ夢を持ったらこんな素晴らしいことがあるんだとか、夢 を叶えようと思ったらこんな素晴らしい体験ができるんだって思えるような、うん、活動というか、まあ見せ方っていうのを、やっぱそれを示す人たちっていうのがやっていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。うん。それができないんだったら言っちゃダメよっていうね、うん、話だと思いますよ。まあ厳しいこと言いますけど、うん、まあそんなところじゃないですか。ね、おい、まあ、言ってるじゃないですか。ジェイ君、俺は親父とは違うってね。親父はだって世界を滅ぼそうとしたり。人間ですけど、息子は世界を救うんやって真逆のこと言ってますからね。あ、かっこいいよね。世界を救うって現実世界だったらどういうこと指すんだろうな。戦争がない世界とか、核兵器がない世界とか、汚染物質が垂れ流されてない世界とか、なんかなんていうかな、ニートランとかっていうのはショートムービーを流してる YouTuber さんいるじゃないですか。なんとかなんとか参戦みたいな、なんだっけな、地上で最も大きい生物参戦とか、なんか地球上で最も長生きな生物参戦みたいな。で、地球上でいなくなると、いい生物参戦って言って、なんか人間と人類とヒューマンって言ってて、全部人間やんっていう、そういうオチがあったりとかしましたけどね。なんか、その生物って、なんか全然関係ない、本当にただのトークテーマみたいになってるけど、なんか生物って、基本的に人間以外はその地球と共存できてるそうなんですよ。だからどれだけまあ増えようが、その多少その食物連鎖っていう部分ではある種その体系を乱すっていうことはあり得るそうなんですけど、唯一人間だけがその自然をぶっ潰すみたいなことが言われてるそうなので、だからそういう意味ではまあ例えばその森林を伐採するとかね、それからまあこういう建物を建てるとかね、だからもともとね僕らが生活しているような環境って
ね、例えば鉄筋のビルとかだったら激しい鉄筋のビルとかだったらもともとないものじゃないですかね、鉄自体が作られたものだから、そういうことを考えると、まあ、人間がいなくなるとなんかまあわずか数百年程度で、まあ、その荒れ地にはなっていくけど、荒れ地にはなっちゃうんだけど、地球は元のこう環境に戻っていくっていう話らしいですね、まあ、とはいえ僕らも僕らでね生活して、僕らも僕らでね生活していかなきゃいけないからね、そりゃちょっと地球さんには申し訳ないけど、やりたいようにやらせてくださいよ、ね、だってたった数百万、地球の寿命のね、まあ、まあ地球ができてから46億年だって言われてるけど、そこから考えたらさ、わずか200万年の歴史しかないんだから、ね、さあ、じゃあ、ここで銃を使えるボス戦はもう終わりになるんで、もうエレファントキラーとボコボコ使っていきましょうか。ほい。ほい。お、届くんかい！いってー。シェリー、シェリー、シェリーって言って、うおお、元気元気、めっちゃ元気。シェリーっていうのはいいけど、お前も大丈夫かって話だよね。なんかこれ出てくる。いやー、あ、なんかうまいこと、いまだにね、うまいことアクションボタンで回避ができないっていうのが、ちょっと、これだって普通にコントローラーでやったらね、めちゃくちゃ簡単なんだけど、いまだにね、あれでやるのが慣れないよね。ほい、余裕余裕。こっち、お、めっちゃ来てるわ。めっちゃ痛い。めっちゃ来てたわ。さすがラスボス。強いな。元カノ。元カノの、チョップ。ってもうちょっとここで弾を全部使い尽くしていかないとね。ほい、おー、これはうまくいった。あ、なんだ？あ、シェリーがとどめさせてくれたな。おっしゃ、じゃあ最終バトルフィールドにやっていきましょうか。ね、なんかここの戦うところのスペースもさ、なんとなくさ、バイオハザード5のウェスカー戦みたいな感じするよね。まぁ、ちょっと下がマグマになっているっていうのはあれだけど。あ、でも確かに。花粉、あ、いって、うわぁ、もうこれダメでしょ。これはもうダメだ。でしょうね。だろうな。もう予想ついたわ、完全に。バイオ5のね、オマージュしてる感じするよね。ラスボス戦がここで戦うっていうのが。ね、しかもジェイクっていうね、いって、えですか、普通はこれで死ぬんだよ。さすがウェスカーの息子やな。じゃあちょっと、設置。ナメプ。これナメプになるのかな、わかんない。まあ、いや、ドン。ね。ほっ。もういっちょ。これでも爆弾ボン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 やってたらなんか勝手に死んでくれんじゃねえ。これだって威力半端ないもんね。うっつっ、うっ、やばいやばいやばい。ほい。で、ここ床が危ない、床が。ほい。じゃあ今のうちに。よいしょ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 。めっちゃ来てるわ。よいしょ。オッケー。おう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 。ゴムゴムのみや、なんで今肘、痛い、肘折したから、お前舐めとんかって怒られて、やばいやばい、痛い、なんかアクションボタンのタイミングが難しいな本当に。そろそろもうだってこんだけぶち、あ、いったんじゃね、あ、まだか、ああ痛い、ジェイク今のうちに、あ、いいね。ちょっと柔らかいのが当たってるよ。これ、なんだったっけ？あ、あれ？いや、あれでも、あそこでぶっ倒した後、レオンたちと一緒にぶっ倒した後に、どこ行ったんだろうな、こいつ。なんか、ウスタナクって、カーラまだわかんないか。エイダの格好をした青い服着たお姉ちゃんにさ、あれまあカーラーなんだけど、なんか恋人じゃなくて、なんか惚れ込んだ男がなんか実験体にされた結果こうなったみたいな、なんかそういう痛い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 
いや違う、避けるのはいいけど、こっから援護するわって、貨物船をボコボコに直す。おえオッケー。え、じゃあ、いや、裏剣。やばい。うわ、なんかおかしいな、これ。これはなんだ、プロレスなのか、なんとかプレスとか言いそうだよね。よくわかんないけど。うん。オッケー。いけー、あっぶね。ふい。おー、ちょ、こんな掴まれたら普通に投げられて終わる。おお、優しい。親切設計。あっぶね。うわ、みなぎってきた。いって、やってくれるじゃねえか。いや、もう結構追い込まれてるけど大丈夫かな。あぶね。よいしょ。なんかこうちょっとラスボス戦がこの戦い方っていうのがちょっとバイオっぽくない感じがして嫌だよね。あぶね。あれ、お、こっから援護するわっていうのから、あの、応援に変わってるけど、まあ、いいや、あの、すごい元気が出ます、あなたのおかげで。ふり。そろそろ体力尽きてくんないかな。どこまでやってたんだろう。ほら。オッケー。あれ、屈伸してたけど、うら。これ、急にボタン変わるっていう。ああ、ちゃうわ。しかしもこれジェイクって確か20歳だよね。もう10個下になるのか。うりゃ汚ねえ、臭そう。ご質問がなくなったっていうのを折を見てるよ。普通に実況してるわ。まあね、楽しいからいいけどさ。じゃあそろそろ行くか。これもだってさ、ウェスカーだよね、完全にね。ロケランの代わりって感じだよね。こんだけ溶岩しぶき上がってんのに全然食らわないっていうのがさ、すごいよね。まあ、二度と面見せんなよっていうね。だいたいあのバイオでそういうセリフを言ったら、あの、次があるっていうフラグになるからね。じゃあ、もう終わりなんですけど、あの、エンディングも流れたりっていうことがあるんで、ちょっと時間かかると思いますんで、キリのいいところで一旦このパートね、終了したいと思います。またね、次回のパートでお会いしようと思います。あ、そうそう、で一応そのシリーズもみたいな感じになってるんで、タイトルはそのままで、パートだけ変えていく、パートの数だけ変えていくっていう形式で、やっていこうと思いますんで、引き続きまたお楽しみいただけたらと思います。次回ジェイク編ラストパートでございます。ということで、お疲れ様でした。さよなら。バイチャ。ふっ。はやっ。